2005年のコンストラマット開催時のムンジュイックコンベンションセンターグランビアコンベンションセンターにある伊藤富雄設計によるタワーバルセロナうちの一地図フィラデバルセロナとは1932年にスペインカタルーニャ州バルセロナに設置された日本史の会場及び主催団体である自主経営による公営企業所有であり80以上の日本史を主催しており 4万社が出展し350万人の来場者が押し寄せる。フィラデ・バルセロナは36万5000平方メートルの展示フロアスペースがあり、ヨーロッパ最大級である。2つのコンベンションセンターで構成されており、ムンジュイックと2007年をオープンのルスピタレートだ、ルブラガートに接するグランビーアビジネス地区に分けられている。イベントの全開催予定は次のサイト参照。 h t t p w w w f i r a b c n s e n c a ュ e n d a r ショースラッシュ2 0 1 3ムンジウィックセンターは、バルセロナ地下鉄1号線、3号線のプラサデスパニア、駅下車、または、バス路線の9号線、13号線、27号線、3号線、30号線、37号線、50号線、56号線、 57号線、65号線、79号線、91号線、109号線、153号線、157号線でエスパーニャ広場に下車。グランビーアセンターへはバルセロナ地下鉄8号線とカタルーニャ公営鉄道のエウローパフィラ駅下車かバス路線の79号線で行くことになる。ありがとうございます。